こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日は、会社のね、スカイプサポートしてて、ちょっと質問があった。FBA 納品ね、ほぼ同時に送った荷物が、到着日がね、2週間以上違かったというような質問があったんでね、それについてお答えします。なんかよくわかんないけど、遅れるということもオーストラリアの場合、ざらにあるんですが、今回はね、比較的理由がはっきりわかりました。日本からオーストラリアに荷物を送ると、ね。で、基本的には、このシドニーに着きます。飛行機でね、シドニーに着くと。で、場合によっては、メルボルンにも着くと。ここですね。メルボルン、シドニー。で、他に倉庫があるのはね、このブリスベン。で、あるいはここのパースなんですけど、見ての通りね、もうかなり広いと。ね。日本でいうと北海道から沖縄ぐらいの距離が、ちょうどオーストラリアだとシドニーからパースという感じの距離なんですけど、なおかつ日本みたくね、きっちり期日を守って荷物を送ろうとかいう意識はかなり希薄、ね。通関担当の担当がね、1週間休みだって言えば平気で1週間泊まるのがオーストラリアスタイルです。そんなこんなでシドニーとかメルボルンに送ったものは比較的スムーズに届くんですけど、パースに送ったものはね、このどっちかについてから、おそらく、ね、電車か自動車で送ってる可能性が高いんでね、時間がかかります。そんなわけでね、パースに行った荷物は遅くて当たり前というふうにね、思っといていただければ、追跡できないんでね、やきもきするということがね、なくなるのかなと思います。どっちみちね、荷物届かないどうしましょうって言っても、正直、無事届くのを待つ以外手段はないんですけど、ただね、なぜ遅いかの理由が分かってた方が、ね、すっきりするかなという例もあると思うんで、解説しました。オーストラリアのね、都市、大都市シドニー、メルボルンにはスムーズに物を行くと。ただね、第3位ブリスベン以下の都市についてはそんなね、規模も大きくない。人口の、違い以上にね、経済圏の規模として大きくないんで、どうしてもね、荷物の物流パイプは細いんで遅いですよというのをね、覚えておいていただくと、いいのかなと。やきもきする機会が減るのかなと思いますんでね。今日は FBA、なぜ同時に送ったものの、タイムラグがあって届くのかというね、原因がわかるパターンの解説しました。またご質問、確認、ね、お待ちしてます。Amazon サポーター、堀秀夫でした。